卵の中で、うん、こちらのダンゴウオなんかが動く様子見れますし、うん、ちゃんと心臓もですねトクトク動いている様子、見れるので結構ですね、こういった様子なかなかお客さんは見れないかと思いますので感動だと思います。貴重な。さあでは、実際にですねどんな感じで大きくなっていくのかというのをですね、はい、卵の中の様子をこちらで、写真を撮っておりますので、はい、ぜひご覧ください。まだ全然目も形も全然わからない状態ですね、はい、まだこの段階では、体の、形がちょっとできてきたかなというようなところですが、日が経つにつれて目がうっすらと出てきます。まだなんか見えますね。その目が大きくなってきて、こうなると、あ、魚に近づいてきたかなというのが分かるかと思います。本当だ。結構ですね、中で、まあ、まさに変態が、進んでいるというようなところで、どんどん姿が変わっていきます。ああ、もうこうなると立派な魚の顔になりましたね。そうですね、目がキラキラと輝いて、こうなってくると、結構ですね、成長も安定してきたかなというところで、はい、私たちもちょっと安心するところです。あ、やっぱそれまでの段階はこう水温とかに気をつけるんですか？ですね、親がちゃんと守ってくれるときには結構大丈夫なんですけれども、はい、途中でカビが生えてしまったりとか、卵が、病、まあ、いわゆる病気的な感じでダメになってしまうことがあります。やり方がうまくいってると、ちゃんと中も進んで成長していくんですけれども、はい、うまくいかないと、まあ、その途中の段階でダメになっちゃってたり、またですね、魚の場合受精が、ちゃんとできているかどうかっていうのもですね、はい、重要なポイントでもありますので、まあ、ここまで来ると、まあ、確実に成長してて、はい、ちゃんと進んでるなっていうのが確認できるっていうような感じですね。あ、じゃあなかなか神経使いますね、ここに至るまでの間もね。そうですね、ちょっとドキドキな感じです。でさらに、進んでいくと、もう黒目と、ね、ちゃんと目ができてますね。そうですね、ここまで来るとちゃんと魚の目になります。でよく見るとうっすらと縞模様が出てくる。本当だ、ありますね、ここに。これだ、うん、でさらにこれが進むと、もう立派な天使の輪が来ましたね。そうですね、もうこれが孵化する2日前ということで、はい、これが孵化するとこんなおなじみの天使の輪のはい、はい、ダンゴウオの赤ちゃんが出てくるんです、はい、で実はですね、うん、まあ、この収録をしている日の2日前に、はい、孵化した赤ちゃんがいるということで、すごいタイミングで、もう本当にですね、持ってるなというような感じるところなんですけれども、はい、こちらの容器に入っているのがその赤ちゃんです。いますね。ちっちゃいので、どうでしょうか、皆さん分かりますでしょうか。いやー、これはでもこんなちっちゃい、今どのくらいでしょうね、3ミリくらいですかね。そうですね、2、3ミリというようなところで、一緒に入っているのが、はい、ブラインなんですけれども、はいはい、まあ、それを食べて大きくなっていってくれればなというところです。こんなにちっちゃくてもちゃんとくっつくんですね、壁面に。そうですね、もう生まれた時には、腹びれのところがですね、はい、吸盤になっていまして、ちゃんとピタッと壁にくっつくんです。これまた面白いですね。結構魚って生まれたばっかりの時はそれこそプランクトン生活をしていて、はい、大きくなってから着底したりするものですけど、彼らの場合も最初からペタってくっつくわけなんですね。そうですね、結構なので孵化するまでに20日間前後かかるということで、結構じっくり成長して出てきた時には結構体がしっかりしてるタイプの、卵っていうような感じですね。でも自分でこういうアルテミアみたいなものを食べられるぐらいのサイズになるってことですもんね。あ、じゃあ見た目は模様があるのがなくなるのは変態だけども、その吸盤でね、腹びれの吸盤でくっつくという生態自体は最初からもうミニチュアの大人の状態で、そこは変態しないってことなんですかね。そうですね、はい、結構そういったところで見るとどこがどう変わっていくのかっていうところで、魚によってもだいぶ違うんだなっていうところが面白いところですね。面白いね。さっきから見てると、尻尾をね、うん、左に曲げたり右に曲げたりこうくねくね動かしてるんですけどね、これもなんか意味あるのかな。ど
どうなんですかね、ちょっとそこに意味があるのかどうか、正直わからないところはありますが、泳ぐときはですね、結構勢いよく行くときには尾びれを使うんですけれども、はい、基本的には胸びれをパタパタさせて泳ぐ様子見れますね。本当だ本当だ。結構使う泳ぎ方にも、その時によって、使うヒレが違うのかなというような感じですね。またこの天使の輪が見られるのも本当に限られた期間なんですよね。そうですね、結構あっという間に、輪っかは見れなくなってしまいますので、まあ、この貴重な様子なんかはですね、ぜひ皆さんにも紹介できればなと思っているところです。ちなみにこの輪っかが消えてしまうのは孵化してどれぐらいでこの柄が変わってしまうんですかね。はい、それがですね、ちょっとどれぐらいだったかなというのをちょっと私今ド忘れしちゃったのでちょっと調べておきたいと思います。確か水温によってちょっとだけずれるんですよね。あ、そう、環境によってね、ちょっと確か2週間とかだったと思うけど、そんなにもなかったかな。ぜひですね、その、変わっていく様子なんかもですね、紹介できればなと思っている宝です。さあ、この南郷を、今もですね、まだまだ卵を、頑張って産んでいるというところがありますので、まあ、そんな様子は、ホームページですとか SNS などでも紹介できればと思っています、はい、また変態展の方でもですね、こちらの南郷を展示しようと思っておりますので、いいですね、子供ができる展示ができるようにっていうところはちょっと考えようかなと思っているんですけれども、はい、親はですね、ぜひ見ていただければと思います。本当に可愛らしいですからね、ぜひ見ていただきたい。特に正面顔が僕は萌えなので、南郷の正面を見にいらしてほしいですね。そうですね、ぜひ、そういったところもどんどんと、紹介できるように頑張っていきたいと思います。はい、さあ、では、談合は、これぐらいにしたいと思います。次回はですね、トラザメを、紹介したいと思いますので、皆さん楽しみにお待ちください。はい。